橋本徹氏謝誤る柔道団体メンバーに簡単に否定できない。決勝で敗れ号泣に、このレベルの人は勝利史上主義そういう世界。元大阪府知事の橋本徹氏が4日、フジテレビ、日曜報道ザプライムに出演。パリ五輪の柔道混合団体決勝でフランスに敗れ、銀メダルに終わった日本について言及した。 写真を号泣する安倍一二悔しさあふれる表情。試合後の会見では、選手が謝罪と涙にくれた。男子73キロ級で敗れた個人66キロ級2連覇王者の安倍一二は、日本の皆さんに本当にすいませんという気持ちで、と目を泣き晴らし、90キロ長級でリネールに二度敗戦した再藤立ては、すいませんでした。今日勝たないと、 いつ勝つんだという場面で、本当に顔向けできないです、とつむいた。自身も高校ラグビーの全国大会に出場したアスリートでもある橋本氏は、すごかったです、と感激。すいません、という選手の言葉に対して、いや、そんなこと言わなくていいです、という気持ちもあるんですけど、でも、選手ご本人はそれだけのものを背負っていた、で。 すいませんという言葉が出てきたということを僕らは簡単に否定できないし。でも僕はすいませんと言わせてしまう僕らみたいな観客というか、外からのプレッシャーというものをむしろすいませんと思ってしまうし、と謝る選手たちをおもんぱかった。その上で、安倍、資産の悔し泣きもそうだけど、このレベルの人たちは勝利至上主義ですよ。僕ら、 何かあったら、スポーツの勝利至上主義は良くないというコメントをよく言うんだけど、このレベルは勝利至上主義で、負けたらすいません悔し泣き。そういう世界なんだなと感じましたね、と極限で戦う五輪戦士に思いを馳せた。